9番小沢智政、13番星野義彦、ナンバー5アイザック・バーバーバー、ナンバー8キャプテン小林晴生。さあゆっくりと今度は越谷エルファーズが入ってきました。さあ背負うようにしてこのペイントエリアですが、ゴールを決めた。決めてさらにバスケットカウントワンショットスローです。スリーポイント成功率は非常に高いというこの B2 ながら愛媛オレンジバイキングですが、今日はなかなか決まりません。一方バックスがこのゴール下ペイントエリア強さを見せます。友人フェルプスに預けてフェリーエリス、フェリーエリス反転し、ここからジャンパーフェイドアウェイ決まっている。フェリーエリスのショット、長谷川インサイド入り込もうというところですが、ここはフェリーエリスのディフェンス、遠目から打っていって決まる。遠目からのショートが決まりました。決めることはできません。ユージン・フェルプス緩急つけて入ってきて、ユージン・フェルプス、このユージン・フェルプスがどうかな。ライアン・ステファンですがリバウンド、ユージン・フェルプスダンクショット、もう一度、おっと激しいこぼれあってこのショットを決めていく。ここ決まらずにライアン・ステファンのショットをゴール下で待っていった吉野俊彦、インサイド入っていってベリーエリスフェイダーウェイ、のけずより振りました。ディフェンスに成功した越谷エルファーズがヒンクル3連続していく、決まる。チャールズ・ヒンクル連続の3、落合背負うようにしてもう一度送っていって3を打つかな、3ジャンプ決まる。またヒンクル、ここで戻って、もうここは10点リードがある越谷はやはり時間を使いながら、落合もう一度下ろしてジャンパー、スリー決まる。恐れ入りました、チャールズ・インクル。さあ6点差、吉野からボールを取っていって友人フェルプス、吉野幸彦スリーポイント決まる。3点差、ヘリエリス、スリーはエアボールになった。時間がないぞ、1秒試合終了。最後まで粘っていった愛媛オレンジバイキングスでありますが、押し切った越谷アルファーズ。